暇かつチャンネル。左来ました、でかいの。これでっかいっすわ。さすがラリー・ニクソンのお墨付き。よっしゃ、これもでかい。体形350番400LR と 350LR は LR? LR、ライトリトリーブ。へー、そうなの。うん、初めて聞きましたよ。うわ誰かランドルランディングして50アップ立て続け、まあ、僕は鉛筆理論って言ってる動きがあるんですね。これはまあモザイクっていう名前を最後につけてるんですけれど、これを見るとこれがおよそ硬いものとは誰も思えない動き。しかも全身に水流をまとうことによって、実は内部構造で痛いですね。かなりね、この甘いでしょ。スピナーベイトとクランクのダブルぐらいのパンチあんで、これな。よっしゃ、ほらスコーン、でかい、でかっ。濁ってる時はこういう風に使う。そんなボーンのね、このこいつもボーンカラーで白を使って、白が色を使ってますね。やっぱりチャターが一番良かったけどね。わかりましたよ。チャター病にかかってました。チャタらしていただきますわ、ほんなら。チャッターで釣れへんかったらどうする？ほんまや。マジですか？すごいっす。チャッターモグラ IS プラス。素晴らしいわ。出る瞬間見えましたね。まあ阿部ちゃんが。忘れた頃にまで使ってた。アメリカでチャターはピッチングで使うようだな。ピッチングでカバーにこうやってシュワって入れて、カバーの底をピューって引いていくと、こう、よっしゃ、やばくない？でも今まで俺もチャターだいぶやったけど、なんで今頃高橋川で起こった神の領域に近づいた、まさに奇跡のチャタ。バイブレーションジグという感じのね、すごい今新鮮な動きで、ラバージグがこんだけフレアしながら泳ぐっていうのは当時ものすごい衝撃だったんですよね。この肝を踏まえた上で、作られたのが今回のこのモグラチャタ。これモグラのヘッドでないと出ないんですよね、この動き。なぜか知らないけど、よっしゃ、いきなりシーマから、よっしゃシーマから、よっしゃ、めっちゃずれ。よいしょ、よっしゃ。取材後、今江は奇跡のモグラチャターの誕生をこの1尾のバイトで確信したと語っている。そのヒントはこのヒットシーンに確かに隠されている。やばいっすね。でかい、よっしゃよっしゃ、でかい、うめ、すごい体型です。よいしょ、ね、これ食ったらごつですわな、そら。よっしゃ、また来た、ラビッタ。今度は酒で探れずさ、よっしゃよっしゃ、おお、このルアーは普通じゃないぐらい釣れますね。ゴルゴジャフでした。どうですかこれ、何これ、これ2キロ軽々とあるんだよ。